Tsutsuno Alto Turbo RS に変更する理由。最初の理由は、もっと速いデイリーな車両が欲しかったです。今までは Mitsubishi EK Active を毎日利用しましたが、その車両は軽車として結構重いし、エンジンもターボなしで山を登るときは結構遅い車両です。街で止まったりまた速したり可能性が高いですから、 AT 車が便利です。2つ目の理由は、オートワークスのシーティングポジションは私にとって良くなかったです。日本人より私の足が長いし、身長も結構高いし、肘がどんどん痛くなりました。ローポジションシート量もあまり変わらなかったです。3つ目の理由は、他の MT 車がありますから、それがオートワークスより運転が楽しいです。オートターボ RS に変更した4つ目の理由は、このオート HA36S ジェネレーションがかっこいいと思います。だからカスタマイズできるし、いろいろなことがまだ探検したいんですから、またこのプラットフォームを続けたいと思いました。5つ目の理由としては、そのスズキの AGS ミッションシステムとターボエンジンと一緒に経験したかったです。私の認識だと、このコンビネーションはオートワークスとターボ RS だけでありました。以上です。